どこに行くんですか？まだ試験は終わっていないんですから、勝手に離れないでください。心を落ち着かせて、ゆっくりと書き写してください。時間をかけて、千住寺飛躍王救世品の至上の美と善を体得するのです。もう写し終わったのですか？こんなに早く。見せてください。本当に終わっていますね。早いだけでなく完璧とは。どうやらあなたにはかなりの宣言があるようだ。そう焦らないでください。入門の試験は2段階に分かれていて、あなたとそちらの運気軍は最初の段階を完了しました。あとは最後の段階が残っています。よし、じゃあ次の段階は明日からでいいよな。俺は勤務中にこっそり抜け出してきてるんだ。そろそろ戻らないと怪しまれてしまう。ご心配なく、2段階目は簡単ですから、すぐに終わりますよ。私たち薬王秘伝の原則は、疑わしきものは使わず、仲間は疑わずですから。お二人には決闘をしてもらい、生き残った方を正式に自社と認めましょう。諸者で敬虔な心を確かめることはできても、組織に忠誠を誓えるかどうかを判断するにはもっと強力な保証が必要ですから。この規則は私が決めたわけではないので、仕方のないことだと思ってください。待て、やめてくれ。俺たちがここに来たのは長生のためであって、死ぬためじゃない。急に戦いと言われても俺には無理だ。決闘は強制ではありませんので、戦わなくても結構ですが、そうなるとここから出すわけにはいきませんね。わかった、戦う。その代わり少しだけ心の準備をさせてくれ。それくらい許されるだろ。こんなこと今までしたことがないんだ。私は構いませんが、そういうことはあなたと戦う相手に聞いた方がいいのでは。では準備してください。時間は貴重ですから、急いでくださいね。こうしよう、いい方法思いついた。お前を薬王秘伝に入らせて、俺も安全に撤退できる方法だ。俺たちで決闘して、俺はお前に負けて殺されたふりをする。お前は死体の処理を手伝うふりをして、俺を現場から連れ去る。これならお互いの目標を達成できるだろう。そのお前の腕前は知ってる。頼むから、うっかり本当に俺を殺したりしないでくれよ。よし、やっぱりお前は信頼できる。それじゃあ俺の命はお前に預けたからな。準備はできましたか？もう決闘を始めても。俺たちでこれなら、そのよし、
準備はできましたか？もう決闘を始めても。こちらの運気軍の方は？俺も準備できたぞ。それでは始めましょう。おりゃー、くらえ！やっ！こっそり大儲け、暴けない。まった、ゼロ。やっ！素晴らしい腕前ですね。さっきまで元気いっぱいだった運気軍があっという間に倒されてしまいました。あなたが勝ってよかった。この者は運気軍の甲冑を着ながら入信したいと言ってきたのですが、考えなしの発言が多くて、もし彼が勝っていたとしても本当に信用できるのか少し不安だったんです。シギク、ラント、この運気軍を適当な場所で処理してください。あなたはどう処理すればいいか知っているのですか？長い付き合いの協力者、まさかあなたも同じ穴のムジナだったとは。うん、いいでしょう。ここ数日ほど仲間たちが凋落点で布教活動をしているのですが、猟犬どもの注意を引いてしまいまして、あなたが処理した方が安全かもしれませんね。ではこれを組織での最初の仕事ということにしましょう。あなたが積極的だということはちゃんと上に報告しておきます。何はともあれおめでとうございます。あなたは晴れて寺社になりました。名前はハイボタンにしましょう。ハイボタン、人目を避けるために一旦別々に行動して後で落ち合いましょう。それではまた後ほど。俺の死んだふりはうまかっただろう。あいつらは狂人の集まりだ。後で接触するときは気をつけた方がいい。ああ、ま、お前の腕前なら俺が心配するまでもないか。じゃ、俺は新作府に戻って報告をする。くれぐれも気をつけるんだぞ。Thank you.
ここで緑不要と落ち合う約束だったはずだけど、どうして誰もいないんだろう。手紙がある。ハイボタン。緑不要が私に残した手紙かな。秘伝は本当に慎重なんだ。先に奴らの任務を終わらせるしかないみたい。手紙を奪い取る。それなら長楽天の物流長の棚に行って探してみよう。この棚にはないみたい。他の棚を探してみよう。この郵便物、新作譜宛て支給って書いてある。見つけた。これが薬王秘伝が奪おうとしてる手紙だ。でもこの郵便物には暗号化が施してある。重要な情報なら当たり前か。解除できるか試してみよう。薬王秘伝の内部命令で間違いない。この緊急指示を見る限り、薬王秘伝は最近の新作譜の潜入行動に気づいてるみたい。だから緑不要は急いでこれを奪おうとしたんだ。スマホにコピーを入れて緑不要に渡そう。
茂月様、こちらが以前お伝えしたハイボタンです。とても頼りになる使者でございます。ハイボタン、こちらは茂月様といって兆楽天地区を担当なさっている方です。一目見ればわかる。君の腕前は確かに非凡だ。謙遜する必要はない。僕は長年武術を習っているから、君の実力のほどは見ただけでわかる。聞かせてくれ、君のような強者がなぜ薬王秘伝に入りたいと思ったんだ。それは素晴らしい。生命とは奇跡と恩典であり、それを捨てようとする行為は何であろうと恥ずべき裏切りだ。君は超生の意義を悟った。これで君は恥ずべき凡人たちを超越したことになる。この処方箋をあげよう。この薬を飲めば、僕たちのように要求過疎が君の魂にはめた枷を断ち切り、至極の力と自由を手にできる。組織で丹薬を担当している自社が君が優れた戦士だと聞いて、この処方箋を用意したんだ。ここに書かれている薬には、遺憾で買えるものもあれば、自力で手に入れなければならないものもある。だが君の力があれば簡単なことだろう。他に質問はあるか。わからない。ただ数万人はいると聞いたことがある。薬王秘伝の組織構造は平坦化の原種を原則としていて、各地区の責任者が直接狩猟から責任を担っている。だから他の地区の状況に関して僕は何も知らない。この方式の長所は、兆楽天の組織が猟犬たちに滅ぼされたとしても、他の地区の仲間には影響が及ばないことだ。処方箋の作成を担当する者たちは誰もが微妙な立場にいる。彼らの身分は知っているが、その身の安全のために口外するわけにはいかない。君を信用してないわけじゃない、ハイボタン。これは皆の安全のためだと理解してくれ。ボス、狩猟のことか。会えるが、今は焦らなくていい。君の実力なら、このまま職務を果たしていればすぐに狩猟に会えるだろう。恥ずかしながら、かつては僕も猟犬に属していて、100年近く槍術の鍛錬を続け、あと少しで雲騎軍の教官になれるところだった。しかし凡人の脆弱な体では、いつまでたっても自分と武術の天才の間にある最後の壁を突破することができなかったんだ。そんな僕を救ってくれたのが、君が手にしている龍板膏薬だ。この薬を飲んで、僕は凡人には手が届かない強者になれた。今
全てがうまくいっている。過去の悲しき真相の執心はもう存在しない。ここにいるのは薬王様に忠誠を誓った侍者だ。待てよ、僕のことを知っているのか。執心という名前を聞いてから君の表情が変わった。重月様、どうやらこの者はあなたを探しに来た内通者のようです。バカ者、半日も試験を受けさせて何を試したんだ。こんなに分かりやすい内通者が君のせいで侵入したんだぞ。そんな、私の目の前で運気軍を殺したのですよ。忌々しい要求こそは哀れな凡人たちに死を回帰だと思わせた。薬王秘伝に潜入するために命を落とした苦肉の策を講じるとは。薬王様は僕に鋭い感覚を与えてくださった。何事も僕の目から逃れることはできない。君のような滑稽で恥ずべき悲しい凡人には理解できないだろうが。ハイボタン、いや新作の犬め、死ぬがいい。
下手に動くな。生死虚実、一念の間なり。同点元気、超無一角。はっ、お願いだから上がらせて。お願い。やった、上がり。己を解き放つ準備はいい。反抗、陽動、霊落。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。下手に動くな。気を逃さず動く。この曲はあんたに。ダンス、戦闘準備。やっ、考えても無駄。ほら、まだこう。やっ、薬王様は槍が通らない体を、戦軍もかなわない勇気を、誰にも負けない力を授けてくださった。両家の人は逃げ回るネズミ、僕にはかなわない。一年のマナイ、さっさと首を差し出して死ぬがいい。どうぞ、超無一角。はっ、盛り上がってるじゃん。争いに意味はない。ほら、騒ぎを起こしたくはない。私が守る。争いに意味はない。こっそり重く。ほら。やっ。聖族が探していた連絡の途絶えた内通者は茂月だった。まさか薬王秘伝に加入してたなんて。新作府に行って聖族に状況を伝えよう。今回の任務は成功なのか失敗なのかいまいちわからないな。
あなたが無事に戻ってきてくれて。それで何があったの？予想外のことでも起きた？安心して、あなたの内通工作は成功だから。正体はバレちゃったけど、価値のある情報を手に入れて無事に戻ってきてくれた。ここまで内通者としての素質があったなんて本当に驚いたよ。それにしても、まさか失神が邪道に染まるなんて。あなたは正しいことをしたの。儒家の王は力と生命を餌にして、失神のような善と有望な人に後戻りできない道を歩ませた。あなたが手に入れた情報はすごく役に立つ。ずっと敵の動向が分からなかったけど、この情報があれば新作譜もより的確な判断を下せる。これは今回の報酬だよ。受け取って。他に質問はある？この組織の現状について私たちは何も知らない。今まで数人の内通者を送り込んできたけど、あなたのように潜入できた人は多くない。外郭をうろつくのが精一杯だったの。新作府は今あることを明らかにしようとしてる。彼らは千年の時を経て蘇ったのか、それとも千年もの間水面下で密かに行動を続けていたのかをね。どっちにしても、彼らが突然堂々と姿を現したのはきっと何か企んでいるからに違いない。この数ヶ月ずっと不安だったの。これから何が起こるか分からなかったから。ううん、薬王秘伝の密書には私たちが広く潜伏してるように書かれてたけど、実際に潜入に成功したのは数人だけなんだ。そして彼らの多くはあなたのように正体がバレた後に無事に戻ってくる実力も、素早く信用を得る知恵や運も持ってなかった。それに内通者はあの薬王秘伝の丹薬を飲むわけにもいかないからね。あんなの飲んだら一巻の終わりだもの。つまりあなたみたいに組織の深部まで潜り込んであんなに多くの情報を持ち帰った人はいないってこと。この千寿寺飛薬王救世品は薬王秘伝がどこからか書き写した芸書だよ。多分神おろしの時代の禁書の残編じゃないかな。でもこれは大したものじゃない。儒家の王と歪んだ造物の行為をただ偏った視点で改めて叙述しているだけ。軽書に人の心を惑わせる力はない。人々が自分で自分を惑わしているだけ。そして軽書は彼らに嘘と偽りの希望を与えた。あなたが手に入れた処方箋については私の専門外なの。何人か信頼できる端子が長楽天に駐在してるから、詳しいことは彼らのところに行って相談してみて。そうすれば新作譜も方針を定めて解毒剤を用意できるだろうから。薬王秘伝が私たちの潜入行動に気づいてるなら、そろそろ新作譜も操作網を狭める頃合いだね。
処方箋の詳細が分かったらいつでも私のところに来てね。ここに来るのが好きなんだ。どうして？センサーを直せる？こんにちは。何かご用でしょうか？なるほど、新作譜の仕事で来たんですね。処方箋を見せてください。お？これがよそから来たものなら、いろいろと言いたいこともあったんですが、新作譜の仕事なら仕方ありませんね。この処方箋は理解できません。おそらく他の端子に聞いてみても同じでしょうね。端子長であるタンスー様に聞いた方がいいかもしれません。タンスー様は奇抜な発想をすることで知られています。彼女が準備した処方箋は彼女の説明がないと私たちにも理解できないんですよ。でもそういううさんくさい処方箋ほど神がかった効果を発揮することが多くて、つまりタンスー様は天才端子なんです。彼女が目の見えない転結者だなんて信じられません。休憩中は若木邸にいるはずなので、そこに行けば彼女に会えると思いますよ。お待ちしておりました。あなた様の匂いは分かりやすいので、一つの感覚を失うと他の感覚が鋭くなりますから。他の端子から聞いたのですが、私に見せたい処方箋があるのですよね。内容を読んでいただけますか？ありがとうございます。確かに奇妙な処方箋ですね。大体の薬理は理解できました。竜の血族の力を汲み取り、それを自分に取り込むことで強くなれるといったものです。ただ具体的な薬理についてはさらなる検証が必要で、少し時間がかかるかもしれません。本当に寿命髄を使って検証するわけにはいきませんからね。連絡先を交換しましょう。薬理の検証が終わり次第ご連絡いたします。
この龍板公約の薬理には少し疑わしいところがありますので、もう少し分析の時間をください。結論が出ましたらすぐにお知らせいたします。